ロサンギエンツエンは、2010年代中期のチベット自治区、人民政府主席。1957年7月チベット自治区、ダクヤプッケンに生まれる。1978年12月入党選。1976年2月参加工作。中央党校研究生学歴。1992年11月チベット自治区、ナクチチクイ副書記、行書成員となる。 1995年6月チベット自治区、ラサシー副書記となる。1995年9月チベット自治区ラサシー副書記、副市長、大市長を兼任する。1996年5月チベット自治区、ラサシー副書記、市長を兼任する。2003年1月チベット自治区副主席となる。2006年10月チベット自治区党委上位、当選部部長。 自治区副主席を兼任する。2007年1月チベット自治区党以上位、当選部部長、政協副主席、党組副書記を兼任する。2010年5月チベット自治区党以上位、当選部部長、政府常務副主席、政協副主席を兼任する。2010年7月チベット自治区党以上位、当選部部長、政府常務副主席を兼任する。 2010年9月チベット自治区党委上位、政法委副書記、政府常務副主席を兼任する。2012年4月チベット自治区党委上位、政法委常務副書記、政府常務副主席を兼任する。2012年2月チベット自治区党委副書記、自治区政府主席を兼任する。2017年1月チベット自治区人民、代表大会常務委員会主任。ありがとうございます。